こんにちは。大阪観光大使、オリックスバファローズの T 岡田です。大阪生まれ大阪育ちの僕が選んだ大阪の最新ホットスポットを皆さんに教えちゃいます。道頓堀や堺はもちろんホットですが、最新のホットスポットは何といっても万博エリアです。万博のシンボルといえば万博記念公園にそびえ立つ太陽の塔。実は今年から予約制で内部に入ることができるようになりました。さらに公園の隣のエキスポシティではショッピング、飲食だけでなく水族館やスポーツを楽しめる施設などがあり大人気。今万博エリアは充実のエンターテインメントエリアです。最後に私 T 岡田は万博エリアがある水田市出身です。最新のホットスポット万博エリア、ぜひ行ってみてください。